とどろきアリーナに来てまーす。イエーイ。イズポンちゃんが一緒にとどろきアリーナまで案内してくれます。よろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。久しぶりにやったわ。しゅうりちゃん頑張ろう。はい、頑張りましょう。ここはですね、溝の口駅からだと、このとどろきアリーナ前のバス停に来れるらしいんで、はい、これからアリーナの方に行きたいと思います。はい、レッツゴー。よしよし。ちょっと自撮り棒がすごい ね慣れてない感が。慣れてない。しゅうりちゃんもう慣れてます。慣れてないよ。とどろきアリーナ行ったことあります？ないですね。私横浜県民なんですけどないですね。しゅうりちゃんは？自分一回全然映ってない。一回あるんですよね。何しに？なんか、ねえ、言っていい？もうついたよ。あ、やば。近っ。轟アリーナって書いてる。これどうやって映せばいいんだろう。やば。あ、ここへ、こう行けばいいのか。こうか。やばい。映し方が。あれ？全部映らない。ちょっと。こんな感じ。これで。はい、轟アリーナ。来ました。すごいね。ほぼ30秒ぐらい。確かに。これ説明いる？いらない。待って、これって、これで終わり？あ、もう、これ必要あった？あ、とりあえず、こっち。行きますか？はい。じゃあ、進んでいきましょう。すごいね。すごいっすね。すごい。ここはビッグマッチになるのかな？ビッグマッチですね。いいなぁ。こんなビッグマッチいっぱいできて。え、でも、ね、ゆずぽんちゃんの時も両国とかで。そうですね、私の時は両国が最大ですね。いや、でも、やっぱ緊張する？いやー、しますよー。まあ、するよね。すごい。しますよねー。ねえ、もう着いたよ。着いちゃった。ここから入る感じなんですかね。あ、じゃあちょっとメインアリーナの方に、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。地上見棒って本当難しい。やばい。マイナリーになってる。こうか。すごい。慣れない感が。やばいな。これお客様迷わなくていいですね。わざなくから来るのおすすめですね。おすすめですね。あ、なんか運動会やってる。本当だ。これ。やばいね。やばい。暑いたな。あっという間にメインアリーナ。来ました。あれ？これメインアリーナ映ってる？映ってないの。もうちょい。いいですね。あ、映ってる。映ってる。あ、いい感じ。皆さん、ここから入ってください。ここから入ってください。溝の口から来た人は、このルートで来てください。よろしくお願いします。スターダム。どうもー。武蔵小杉からの皆さんは、こちらになります。イエーイ。これからとどろきアリーナに向かいたいと思います。レッツゴー。こんな感じでいいのかな、はい、緑がなんていうの、右に歩きます。これ説明難しいんだ。でもめっちゃ近いですもんね。近い。すごいね。気持ちいいですね。気持ちいいですね。緑がいっぱいあります。これ10年ぶりのゆずしゅりタッグじゃないですか。いやー、ちょっとなんかまた誰も知らない。多分誰も知らないよ。でもゆずぽんちゃんの YouTube で流れますからね。そう試合ね。それを見てもらえたらわかるので、ぜひ見てください。10年前私たちトップを組んでたのよ。そうなんですよね。ありがとう。
アリカバ？アリカ、ごめんね、アリカバ？アリカバ。アリカバ、どういう意味なの？あ、ルートリベロカバリワンって言って、うん、その物が違う競技、日本語では物が違う競技って言うんですけど、うん、フィリピンのタガログ語とイタリア語を混ぜて、うん、そういう名前にしたんですよね。マークはまだないんすよ。ないんだ。作りたいっすなって思ってます。あら、こんな、もうあっという間についちゃったよ。あっという間ですね。これ、横断歩道渡ります。渡ります。はい、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 はい。到着しました。あれ、あれ、到着しました。じゃあ、今からアリーナの方に向かいまーす。自撮り棒難しい。本当に難しい。本当に難しい。やばい。すごい気持ちいいとこだね。めっちゃ緑多いですね。ピクニックとかできそう。本当だ。いいですね。いいですね。もうちょっとで到着します。すごい近いですね。めちゃくちゃ近い。近い。さっきも見たけど、これいる？じゃないいる？っていうぐらい近いです。確かに。いや、すごい広そうだね。めっちゃ広そうっすよね。ね、武蔵小杉から来た人はこのルートで待ってます。よろしくお願いします。はい、とどろきアリーナに来ました。川崎スーパーウォーズ川崎長者対戦、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。